daneben nicht jeden muss der Krone Angst entgegentreten. Ich bin nicht allein. Here comes a new challenger.因縁朝からぬ両者がついに相まみえる。今回生贄となるのはどちらだ。ひとまず相手の出方を見る構えか。さあここでチャージを一つ。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。激しいつば蹴り合いが続く。隙をついてうまくチャージする。球で様子を見るか。どこから試合は動き出す。これはどうした。さあお互い SA ゲージは少なめ。先に貯めてアドバンテージを握ることができるか。さあここだ。プレイヤー1、ここでドライブゲージが突きかけているが、さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。プレイヤー1ドライブ。さあ壁に押し付けてスタンに持ち込んだ形。ダブル届いた。勝負あったね。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。全く素晴らしいね。見事に決めていった。先ほどの上からの攻撃はしっかり見えている。プレイヤー2、ドライブゲージをしっかりキープしつつ、先ほどは勝利したがまだまだ余裕というところか。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。どうした、いけるだろう。フーファのチャージを受け、どこからでも仕掛けられる。そうそれ、その強気。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。球を確実にさばいていく。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。もっと我が輩を楽しませるのだ。いざ、その調子だ。昇竜でこじ開けるか。前に出るか。下がってもいいぞ。ここはここでバーンアウト。ここまでなのか。 KO。 見事。ああ、これもう勝ったわ。無理しなくていいよ。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。プレイヤー2、この画面端でどうやって料理するか。もっと我が輩を満足させてみろ。準備きっちり落として。 SA ゲージは黙っている。何でもできる状況だ。ドライブゲージはわずか。回収しながらどう戦う。飛びは落とす。さあ受け止めている。さあ第5スパラ、これは抜け出せない。うまく投げが通った。あっぱれ、やるではないか。絶妙な球。地獄の沙汰ほど面白い。どうにでもなる大逆さ。逆転の青写真は中断。しかしさせない。いやー、よくガードした。ここでダメージ。ダメージを取るか、状況を取るか。いいのが入った。ダメージ計算、ゲージ管理バッチリ。なんという展開。逆転の青写真はいつから描かれていたのか。すごすぎるぞ。よく巻き返した。投げが決まった。さあ相手の反撃は予測できているか。いやー、よくガードした。プレイヤー2、若干体力リード。差はついたようだが、まだまだこれからだ。プレイヤー1、バーンアウト状態となっている。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。危ないぞ、気をつけろ。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか、阻止するか。さあここは下がっててもいい状況だが、危険な状況になっている。ミスはもう許されない。 KO まで。ああ決まったね。どんまいどんまい、技は当たってるよ。いやー、いいね、いい感じだと思う。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。両者何を狙ってどう動くか。頑張っていってもらいたいよね。ここはどう出るか。
ここは間合いを測り合う。目に見えない駆け引きがあるんだろうね。地上の間合い戦は技の距離とジャンプをどう意識させるか。そういうこと。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。もっと我が輩を楽しませるのだ。プレイヤー1、ゲージ管理バーンとしている。ゲージを使う判断どうなるか。投げが決まった。見事だ。遠距離はタワーを打って静寂を破る。まだワンチャン見える。画面端、試合は大きく動くか。もっと我が輩、ここでゲージを使っていく。なんだと。倒しきり逃げている。いい感じきた。とんでもない逆転劇。よく折れずに戦った。さすがだ。ああ、こりゃもう勝ったわ。無理しなくていいよ。最後まで諦めるな。チャージしている。序盤の攻防戦、どちらが仕掛けるか。これは危険な香りがするな。忘れていいよ。この銃弾はやや露骨だったか。今のは見えていたんだろうね。受け取りながら、おっと、パニッシュ対戦前。ここで画面端重圧が見事だ。一斉、ここからが正念場。開封破産。プレイヤー1、起死回生の SA で流れは変わるか。ここは再発表を置く。弾による揺さぶり。ここで大きく間合いを取ってペースダウンを図る。中足からの考察から、もっともっと争うがよい。パリーが冴える。正確にさばく。パリーが生きる。距離を詰める。ここはどう出る。緊張感のあるつばぜり合いが続く。限界を超えろ。行け。やって、決着。よくやった。これが見たかった。両者同じキャラクターを選択。プライドと愛情が試される一戦。負けられない戦いが始まる。我が輩を楽しませてくれ。隙をついてうまくチャージする。プレイヤー1、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。プレイヤー1、体力はリードしている。無理はしなくていい。この時間帯、意識の外でチャージ成功。さあどうだ。このまま流れに乗っていきたいところ。プレイオーまで。いいね、とどめまでしっかり。練習したことちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。目の覚めるような戦いだ。キャラクターと一心同体になっているようだ。さあ逃げ場はなくなった。どうして。さあもっとやり合うのだ。次はどうで。どう崩していくか。再発動から中足がヒット。狙いは非常に良かった。これはしょうがないよね。これは抜けだ。バーンとしている。ゲージがあるぞ。逆転があるぞ。一撃必殺の逆転見えているぞ。さあ壁際の攻防が始まる。バーンとする。ここまでなのか。さあ逆転を見ているか。さああとは一発。ここでフィニッシュ。良いとどめだ。対戦は楽しむのが一番。気にしないでいこう。最後まで諦めるな。真空戦。今のは悪くなかった。今のは振り返らず前に進む。この距離で打ってきた。おっと、うまく投げが通った。綺麗に投げていったね。ここで投げに行く。見事だ。確実にお互いこの一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。気持ちよかっただろ。ゲージマシン通らず狡猾なKO。見事。暗い気持ちはすぐに忘れて
次の戦いに切り替えよう。二人ともご苦労であった。赤の試合を楽しみにしているぞ。ナイス。意識の外でチャージ成功。どうだろう、壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。そうそう、できてる。いやー見事、気持ちよく決まったね。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。ここはうまくチャージした。奥さんから展開をつく。いやどうだ。さあお互いもう行くしかないといった状況になったが、2人とも限界と見える。さあここは下がってもいい状況だが、画面端に KO。 いいね、とどめまでしっかり。気にしなくていい、まだ挨拶が終わったようなものだ。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。試合は始まったばかり、まだまだどうにでもなる。これは危険な香りがするな。再発症から、これはしゃあない。今のは振り返らず前に進むのだ。危険な距離での投げ、バーンアウト、まずいぞ。ゲージを使う判断、どうなるか。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。ゲージを使って大きなダメージ、ナイス。プレイヤー2、ここが勝負どころ。もっと我が輩を満足させてみろ。KO。 良い決着だった。落ち着いてやれて。このタイミングでこの対決が実現してしまったか。この戦い楽しみにしていたぞ。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。ラインを押し戻して画面中央へ。さあお互いの距離が大きく離れている。仕切り直しの前に、ハリアナを探しているか両者。これはどうした。どうだろう。空白トップが最大になっているこの状況、打力は出せる。さあここだ。両者に体力差はない。どちらがアドバンテージを取っていくか。いい形。何が起きてもおかしくはない状況。攻めるタイミング難しいね。地上技で差し合う。さあこれは読んでいたか。アーマーをうまく利用する。いやどうだ。ワンコンボ圏内が見えている。二人とも限界と見える。両者体勢を整えてチャンスを伺うか。うまくラッバーンとしている。まだ諦めるな。さああとは倒しきる。良い決着だった。いいよ、このままいけるよ。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。駆け引きが分かってきたところかな。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。頑張っていってもらいたいよね。チャージしている。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、さっきの流れを持ち越してそのままいけ。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。次はどう出る。どう崩していくか。お互い慎重になっているのか。フーハのチャージを受け、どこからでも仕掛けられる。追い詰めたこの状況、腕の見せどころだ。さあここからだ。さあゲージがあるぞ、逆転があるぞ。急須猫をかむ、そんな予感がするな。上からバランス。さあここでバーンアウト、これは削れる。そういうことだ。今のは負けたけど弱気にならず仕掛けていこう。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。飛んでいる。狙いは良かった、まだいける。これはしょうがないよね。投げが決まった。素晴らしい投げだ。準備はすでにできている。このままは確信犯か。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。
ゲージ差はあるがお構いなし、関係ない。いいぞ、ここでダメージ、重圧がかかる。もっと我が輩を満足させてみろ。ここでアポロウーサー勝利を呼び込む。一発となるか。さ、ゲージがあるぞ、逆転があるぞ。急速猫をかむ、こんな予感がするな。ここからのサップ、まさかの削りルート。良いとどめだ。勝負は時の運もある、次やったら勝てるさ。素晴らしい戦いであった、見事だ。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。大発動から序盤の主導権はどちらが握るか。いやー、このラウンドはどうなるんだろう。さあ、壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。どうだろう。プレイヤー2、まずは体力をリード。このまま行くか。スーパーストックが最大になっているこの状況、打力は出せる。お互い引く気はないか。この近距離戦投げ、さあここから。今の投げは良いフォームだったね。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。再発動で KO、 見事。さあ次も今の調子でいこうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。追い詰められてしまった。どうした、いけるだろう。どうした、画面端も入れ替えて。もっと我が輩を楽しませるのだ。さっきの流れを持ち越してそのままいけ。ダウンからプレイヤー1、丁寧に有利を継続している。勝負はここからが面白いんだよね。SA での倒しきりなるか、微妙なところ。 KO、 いいね、とどめまでしっかり。プレイヤー1、日頃の練習の成果が見えた。破竹の勢いで勝ち切ったな。これは見事というほかはないな。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。いいぞ、血がたぎってきたか。あー、今のは素晴らしいね。さあここは前に投げて壁際の攻めが継続、チャンスは続く。この端を生かしたい。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要。 KO、 良い決着だった。攻めは通用している、自信を持っていこう。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐味、まだわからないよな。チャンスにダメージを与えていく。いや、すごいな。ドライブゲージの差はある。いや、どうだ。そういうこと。中足が刺さる。さっきの流れをここでバーンアウト。プレイヤー1、この画面スーパーアーツにゲージを使っていた。いや、すごいな。 SA での倒しきりなるか、微妙なところ。 KO、 やるではないか。プレイヤー1、喜びをかみしめているか。これはあくまである我が輩から見てもかなりの力の持ち主と言わざるを得ないな。
両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。今回生贄となるのはどちらだ。まずは様子見の場合。さあここでチャージを一つ。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。どうだろう。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。このまま行くか。プレイヤー1、ここでドライブゲージがつきかけているが、手を出し合った両者、ここからどう動く。ゲージを使って SA をコンボに絡めていく。まだまだ壁際の楽しい。ここでバウンド。試合が動くぞ。倒しきる。良い決着だった。ドンマイドンマイ、技は当たってるよ。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。駆け引きが分かってきたところかな。中足を見せて。いざ、この調子だ。次はどう出る。さあここからは差し合いの領域となる。ドライブゲージはしっかりたまる。ボディバチカで切り返していく。バリー開封きっちり。いやすんごいな。なんとか端から押し返した。ドライブインパクトは受け止める。中段立っている。今のは見えていたんだろうね。しがたぎってきたぞ。ここでマーケー。やるではないか。マッチこのリズム。 SA ゲージを確認して次も勝とう。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。ここで投げに行く。追い詰めたこの状況、腕の見せどころだ。どうした、いけるだろう。シャウトにゲージを回す。これは抜け出せない。もはや鳥かご。それどちらも譲る気は全くなし。勇気のオーディーマチカだ。ここでフィニッシュ。見事。これは気にしなくていい負け。気持ちをリセットして引きずらないように。二人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。おお、そうきたか。このバリーが反撃の呪しとなるか。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。よくアクサー飛びはしっかりジャストで受け止めていく。よく見えている。そうか。プレイヤー1、ここでダイブは届いた。ああ、決まったね。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。いやー、いいね。いい感じだと思う。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。どっちも動けてはいるんだろうね。さあここからは差し合いの領域となる。上か。そう、それその強気。さあここはバーチカルローリングで返した形。さすがにこれはうまくヒットせず。プレイヤー1、ゲージ管理が難しい。ドライブはここで SA 発動しているが、これは空波の嵐。ザッカイ風波さん、ゲージを1本使っていく。風波ストックがマックスの状況。ワンタッチのリターンは上がっている。ここは中足を引く。これはしゃあない。今のは振り返らず前に進むのだ。さあシャウトバースト発動した。チャンスはどう。ワンチャン。上は絶対に通さない。見事だ。もっと我が輩フィニッシュ。やるではないか。両者お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ思う存分やり合うがいい、争うがいい。さあここでチャージを一つ。今のはかなり良かった。ああ、今のは素晴らしいね。どうだろう。よく見てた。ここで決めるその弾力、あっぱれ。ここはうまくチャージした。よく見ていた。きっちりガード。
とどめまでしっかり。いいよいいよ、動けてるよ。当たってる技を使っていこう。いや、圧倒的だね。勢いが違うよね。相打ちが起きる。プレイヤー2、体力的には優勢。良い状況ではあるね。そう、それその強気。いや、どうだ。そういうこと。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあ、ここからだ。キャノンスパイクで読み勝った形。最後までわからないぞ。ここで大きく間合いを取ってペースダウンを図る。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。もっともっと争う。フィニッシュ。そういうことだ。プレイヤー1、この一勝は自信になる。破竹の勢いで勝ち切ったな。これは見事というほかはないな。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。隙をついてうまくチャージする。ここはドライブパリーを成功させる。プレイヤー1、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあ、もっとやり合うのだ。ここはどう出るか。よく見てた。いらんなく、パーフェクト。やりたいことが全て噛み合ったか。勝負あったね。いいぞ、そのままの勢いで倒しきれ。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐味。まだわからないよ。さあ、前に出てプレッシャーをかけつつも、さっきの流れを持ち越してそのままいけ。まだここで押し込みに行く。疾風船が刺さる。キャノンスパイクで読み勝った形。追い詰められてしまった。悪さないぞ。もっと我が輩を楽しませるのだ。大胆にチャージする。当たらない。大きな隙を探すぞ。今のは気にするな。次だ。バケオ、良いとどめだ。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。時間はまだたっぷりある。気持ちでぶつかっていってほしいね。さあ、ここからは差し合いの領域となる。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージに見えている。いざ、その調子だ。ここでダメ味、重圧がかかる。もうスーパーズゲージを世に抜かりなし。いや、すごいな。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。これは熱いぞ。急速猫を噛む。そんな予感がするな。逆転は難しい状況。勝利への張り穴はと、ここでフィニッシュ。やるではないか。プレイヤーは、やりこ。さあ、このマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。我が輩を楽しませてくれ。ここで弾を打つ。隙をついてうまくチャージする。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。さあ、張り切っていってもらいたいね。どうだろう。さあ、壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。意識の外でチャージ成功。さあ、どうだ。このまま流れに乗っていきたいところ。仕切り直す。いい形。危険なグッバーンとしている。次は倒しきる。いいね、とどめまでしっかり。いいよ、このままいけるよ。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。壁に追い詰めた。チャンスになる。どうした、いけるだろう。一息つけるか。
間合いが足りないか。さあこれは読んでいたか。アーマーをうまく利用する。乗ってきたぞ。来るか。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。ここ受け止めつつ攻撃する。これはここでバーンアウト。逃げ場はなくなった。他流と共に一気にギアを上げていくか。なんだと。他流か他流か。気持ちよかっただろ。ここでフィニッシュ。そういうことだ。プレイヤー1、これは嬉しい勝利。これは悪魔である我が輩から見てもかなりの力の持ち主と言わざるを得ないな。どう試合を作っていくか重要な立ち上がり。どうだろう。さあここだ。投げの選択肢を見せていく。プレイヤー1、体力は勝っている。無理はせずに落ち着いていきたい。プレイヤー2、さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。投げも見せて壁のプレッシャー。この飛びはきっちり捉えていた。そうか。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。ちょっと危ないなこれは。ここから試合は終盤。 KO！ やるではないか。気にしなくていい。まだ挨拶が終わったようなものだ。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。意識の外でチャージ成功。投げは抜けている。インハストックが最大になっている。この状況打力は出せる。プレイヤー1、体力は勝っている。無理はせずに落ち着いていきたい。さあここからは差し合いの領域となる。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。さあ揺さぶりをかけろ。通さない。このエネルギー弾実に興味深いな。再破傷で展開を作るか。さあどこから行く。ここは攻めたいところ。だがしかしそれは相手も同じか。これは良いダメージになった。やり込みの賜物。いやどうだ。いやすごいな。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。針穴を探す。この時間が後々意味を持つ。間合いが足りないか。再破傷。さあ起死回生のドライブとなるか。足を伸ばす。これ出るか。下がってもいいぞ。投げる。投げを使ってガードを崩す。残り時間わずか。どう判断する。うわー、どうなる。もう決まってしまうぞ。ここでバーンアウト。さああとは一発小突くだけ。KO！ 良いとどめだ。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。悪魔も見惚れるこの勢い素晴らしい。投げる。あっぱれ。やるではないか。準備はすでにできている。うまく投げが通った。アーマーがうまい。画面端試合は大きく動くか。もっと我が輩を満足させてみろ。チャンスあるぞ。ワンチャン。ワンフィニッシュ。見事。マリーザー負けを気にせず。両者この一戦に何をかけるか。いってみましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおう。投げの選択肢を見せていく。さあここでチャージを一つ。これは気にしなくていいよ。ああ惜しかった。ここはドライブパリーを成功させる。プレイヤー1、若干入るフリード。待ち構えるか。良い状況ではあるね。投げるにはやや遠かったか。どうだろう。空発トップが最大になっているこの状況。打力は出せる。一進一退の体力状況。相手の力量が見えてきたか。隙をついてうまくチャージする。狙いは良かった。まだ一進一退。ああ惜しかった。続けて
プレッシャーをかけつつも打撃はハリードライブゲージがなくなった。危ないぞ、気をつけろ。飛んでいく、そう、それその強気、タイロはもうどこにもない。二人とも限界と見える。中足が刺さる。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう、 KO！ 見事。気にしなくていい、まだ挨拶が終わったようなものだ。危機迫るその戦いぶり、見事だ。ターゲットコンボを叩き込む。水疾風プレイヤー1、先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずにいけるか。そういうことか、なるほどな。ここからはドライブゲージの運用が重要になる。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。もっと我が輩を楽しませるのだ。さあ近距離のせめぎ合い、そして再発動から、さああと一発でお互いワンチャンス圏内となる。これは当たらず。この世界の人たちは当たり前のように飛び道具を飛ばすんだな。中圧バーンアウトしている。ここまでなのか。重圧がかなりかかっている。さあ揺さぶりをかけろ。ドライブが枯渇した。極限状態、突っ込んでくるか。生きろ。おっと、ここでクリックルは削れる。良いとどめだ。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。最後まで諦めるな。ファイナルラウンド、最後に笑うのはどっちだ。全身全霊で戦うがよい。主導権を先に手にするのはどちらか。気持ちでぶつかっていってほしいね。相手にゲージがあるのでそれは気をつけないと。これは見逃す。画面中央でのせめぎ合い、激しいつばせり合い、大胆にチャージする。勝負の一撃だったが届かず。届かないか。ここからが本番。良いレベルが4に。ゲージ差あるがお構いなし、関係ない。風波のチェ投げる。綺麗に投げていったね。風波速がマックスの状況。ワンタッチのリターンは合わせている。プレイヤー2、ドライブは厳しいぞ。もっと我が輩を満足させてくれよ。かまが、カンフーの神髄がゴゾーロップに刻まれる。ゾンビで味わえ、ゲスが財宝。そろそろ試合のペースが上がってきたぞ。さあ壁際の攻防が始まる。もっと我が輩を満足させてみろ。ゴミはバレバレ。いざ、この調子だ。ゲージ差がある。どうする、流水拳ドライブラッシュか。今のも悪くなかった。さあここは打って切る。よくやった。これが見たかったのだ。さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。この戦い楽しみにしていたぞ。どうだ。隙をついてうまくチャージする。さあここでチャージを一つ。さあラウンドはまだ序盤。さあ張り切っていってもらいたいね。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。どうだ。プレイヤー1、先に体力リードしていく。このままいくか。さあどうだ。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。バーンアウトした。ちょっと危ないなこれは。さあダウンから壁から逃さないことを優先。あとはここでスタン、壁に押し付けられた。ここまでなのか。さあ投げも怖いぞ。一旦仕切り直しの前 KO。 いいね、とどめまでしっかり。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。全く素晴らしいね、見事に決めていった。
レットコンボを叩き込む。狙いはいい。あー惜しかった。これはいい形で入れ替えた。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。さあここからだ。昇竜から距離はできた。追うか。画面とは裏腹に両者の思考はフル回転している。ここは攻めたいところだが、しかしそれは相手も同じか。ナイス。ドライブインパクトは受け止める。 SA 発動。そしておっと、 SA での倒しきりなんか微妙なところ。倒しきる。見事。内容は悪くなかった。次は噛み合わせていこう。勝ってカブトの尾を締める。そんな気品すら感じるね。良い試合だった。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。再戦とは互いがまだ血に飢えているようだな。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。打つかすかすか踏み込むか。地上の駆け引きの間合い、首通りで相手を動かしていくか。空発ストックが最大になっているこの状況、打力は出せる。投げの選択肢を見せていく。あー今のは素晴らしいね。さあここだ。この端を生かしたい。一進一退の体力状況、相手の力量が見えてきたか。投げ抜けの間合い、地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか。それを手玉に取るか。ここはうまくチャージした。危ないぞ、気をつけろ。完全な総力。ここで大きなダメージチャンスが訪れる。ちょっと危ないな、これは。ここで SA KO。 やるではないか。今のは負けたけど弱気にならず仕掛けていこう。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。意識の底でチャージ成功。序盤の主導権はどちらが握るか。いやーこのラウンドはどうなるんだ。ここはどう出るか。ここからはドライブゲージの運用が重要になる。遠距離での様子見、両者はこの時間どう使うか。ウーマのチャージは OK。 受け止めつつ攻撃する。おっと、信頼客タクを迫る。プレイヤー1、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。次はどう出る。飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。大胆にチャージする。両者 SA ゲージが溜まった。 SA にゲージを回す。使っていくか。決着となるか。まだ戦いは続くか。倒しきりには至らず、さらに手 KO。 良い決着だった。負けることは誰。このタイミングでこの対決が実現してしまったか。我が輩を楽しませてくれ。隙をついてうまくチャージする。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。ジャンプ攻撃はしっかりガード。掴んできた。いやー見事、気持ちよく決まったね。掴んできた。さあここだ。壁を背負わせているだけでリターンが高い。積み重なるダメージが重い。良い状況ではあるね。さあパリーも見せながらプレッシャーをかけながら、このまま一気に倒しきることができるか。この曲は飛び道具を使う。おっと、狙いは良かった。まだいける。これはしょうがないよね。当てるぞ。ゲージ状況見て。もうギリギリだね。いやどうだ。ダウンから KO。 良い決着だった。
バッチリこのリズム SA ゲージを確認して次も勝とう。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。さあここからだ。プレイヤー1、状況は悪くない、どう生かすか。信頼客タクを迫る。プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。大胆にチャンスする。もっと我が輩を楽しませるのだ。受け止めながら。おお、そうきたか。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。この集団はやや露骨だったか。いやー、よくガードした。プレイヤー2、ここが勝負どころ。これはもう対応が対策に昇華している。よく折れずに戦った、さすがだ。さあ勝利を手にするのはどっちだ。最後まで気を抜くでないぞ。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。いい、ね、SA ゲージは騙す。ここは迎撃。ここで急ブレーキ。反撃はガード。今のは逃げていたんだろうね。あとスタンス危ないぞ。ああそうだ、人類結成。ここからが正念場。 SA フィニッシュで決めた。倒せる武器は倒していく選択。はい、次次、気にせず次行こう。素晴らしい戦いであった。見事だ。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。いいよいいよ。ここで決めるその弾力、あっぱれ。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。スーパーストックが最大になっているこの状況、火力は出せる。さあドライブゲージを切らしてガードの性能が落ちた状態となっている。ここは投げを見せてガードを崩す。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。掴んできた。ここはどう出るか。まだワンチャン見える。次はどう出る。 KO。 勝負あったね。ドンマイドンマイ、技は当たってるよ。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。ここは飛び道具で牽制。いやすごいな。両者何を狙ってどう動くか。頑張っていってもらいたいよね。中足、この勢いを止めるな。人来客、スーパーアーツにゲージを使っていった。レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。SA を使うことでチャンスを生かす。バーンアウト、まずいぞ。壁に追い詰めた、チャンスになる。どうした、いけるだろう。さあゲージがあるぞ。逆転、倒しきる。やるではないか。今回は負けた。Here comes a new challenger.機は熟した。いよいよ始まる。人間界の決闘というものを見せてもらおう。うまい。いよいよ。さあ試合は序盤、どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。そうか。おっと、ジャストで受け止めた。これがきっかけとなるか。よくあるよくある。いや惜しかったね。さあどうだ。いいよいいよ。画面端に追いつけた。ここが大事。さあもっとやり合うのだ。この辺は一気に倒しきることができるか。重すぎるプレッシャーが襲う。地上の間合い線は技の距離とジャンプ。倒しきる。いいね、とどめまでしっかり。練習したことちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。中足が刺さる。いいぞ、その調子だ。意識の外でチャージ成功。さっきの流れを持ち越して。これは。そうか、これはしゃあない。これはしょうがないよね。
った両者ゲージがかなりあるぞ。危険な状況、火力は出る。風波のチャージを受け、どこからでも仕掛けられる。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。どうした、いけるだろう。風波ストップがマックスの状況、ワンタッチのリターンは上がっている。いいぞ、その調子だ。体力差ある。ここでバーンアウト。ここまでなのか。残るか、残るか。気持ちよかっただろ。そういうことだ。プレイヤー1、強さの底が見えない。これは悪魔である我が輩から見てもかなりの力の持ち主と言わざるを得ないな。相打ちが起きる。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。さあ張り切っていってもらいたいね。隙をついてうまくチャージする。ここで球を打つ。さあここでチャージを一つ。さあどうだ。バッチリ。風波ストックが最大になっているこの状況、火力は出せる。なんとかして触りに行きたいが、マイドイが絶妙。このまま一気に倒しきることができるか。さあ大きなコンボで一気にダメージを与える。勝負をかけて KO まで。いいね、とどめまでしっかり。さあ次も今の調子でいこうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。ここはうまくチャージした。さあなんとか中央へ押し返した。炸裂客で畳みかける。絶妙な距離、飛び道具。いやすごいな、もっと我が輩を楽しませるのだ。ダウンから風波のチャージを受け、どこからでも仕掛けられる。体力から見るにここが中盤戦といったところか。そう、それその強気。互いの制空権が触れ合い続ける。受け止めつつ攻撃する。ほう、そうきたか。ここでバーンアウト。ここが正念場だ。もう決まってしまうぞ。プレイヤー1、ドライブゲージが戻るまで飛びを落とす。次はどう出る。追い詰められてしまった。さあここからだ。ダイヤシュアガード。さっきの流れを持ち、ここでフィニッシュ。やるではないか。対戦は楽しむのが一番、気にしないでいこう。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。バックステップ、付き合わない選択。試合は始まったばかり、まだまだどうにでもなる。これは危険な香りがするな。ここはスーパーズにゲージを使っていった。早い時間帯でゲージを運用する。しがたぎってきたぞ。画面端、試合は大きく動くか。もっと我が輩を満足させてみろ。プレイヤー1、ドライブは厳しいぞ。ここはどう出る。チャンスはどうなっちゃう。いいぞ。ここで勝負あり。よくやった、これが見たかったのだ。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。ジャンプ攻撃への警戒は十分。ここで決めるその弾力、あっぱれ。隙をついてうまくチャージする。今のはしょうがない。いや惜しかったね。風波ストックが最大になっているこの状況、打力は出せる。ここはどう出るか。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、このまま一気に倒しきることある。ここでバーンアウト。ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。 KO まで。ああ決まったね。さあ次も今の調子でいこうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。試合は始まったばかり、どこから仕掛けるか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。そう、それ、その強気。さあスピリングバードキックが刺さる。さあ揺さぶりをかけろ。さあ画面端、攻めは続く、継続している。投げて大きなダメージが入る。さっきの流れを持ち込んで、おっと
渾身の一撃が空を切る。惜しい。再破傷で展開を作る。ナイスめくり。中足がヒット。 KO。 見事。対戦は楽しむのが一番。気にしないでいこう。最後まで諦めるな。最終ラウンド、全てを出し切ることはできるか。一進一退、すごく良い試合をした。さあ、近距離のせめぎ合い。そしてレス、あっぱれ、やるではないか。さあ、大きなコンボになった。ここから、プレイヤーはドライブは厳しいぞ。上はダメ。いざ、その調子だ。ドライブゲージが命運、この闘技は見えている。あっぱれ、やるではないか。フィニッシュ。よいとどめだ。さあ、このマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。今回生贄となるのはどちらだ。ジャンプからの攻撃は許さない。ああ、今のは素晴らしいね。さあ、なんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない。いいよいいよ。さあ、ここだ。ここは投げの選択肢。うまく位置を入れ替えた。意識の外でチャージ成功。続けてプレッシャーをかけつつも、いい形。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあ、もっとやり合うのだ。受け止めて殴る。おお、そうきたか。バーンとしている。 KO。 良い決着だった。気にしなくていい。まだ挨拶が終わったようなものだ。いやー、いいね。いい感じだと思う。ない。上は見えている。突っ込んでいく。再発射から投げを使ってガードを崩す。見事な投げだね。追い詰めたこの状況、腕の見せどころだ。どうした、いけるだろう。さあ、ここはバーチカルローリングで返した形。SA ゲージは両者まずここで押し込みに行く。さあ、ここからは差し合いの領域となる。全身をやめない。中足、これは当たらず。バーンとする。ここでゲージを使っていく。いや、すごいな。倒しきり、見えている。いい感じだ。フィニッシュ。見事、バッチリ。このリズム、 SA ゲージを確認して次も勝とう。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしいぞ。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。突っ込んでくるか。相手にゲージがあるので、それは気をつけたいところ。確実、苦しいところ。クワッドからゲージを使っていく。プレイヤー1、ギリギリのドライブ管理できるか。しっかり反応している。バーンとする。まだ諦めるな。ここは受け止めている。まだ諦めるな。ここはどう出る。プレイヤーは絶望のバーンアウト状態だが、 SA ゲージもキズ、ここで投げに行く。素晴らしい投げだ。これは見逃す。いいぞ、落ち着け。相手もくる。きっちり落として見事だ。差し合いの距離、上もステップもある。ここでチャージするか。ここは通さない。どうせない。このタイミングで何かやってるぞ。何だと。ダメージ計算、ゲージ管理バッチリ。ここで勝負あり。よくやった。俺が見たかったのだ。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。良いものを見させてもらった。
次も楽しみにしているぞ。はい、見事な試合を見せた両者に拍手ですね。大胆にチャージする。意識の外でチャージ成功。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。さあ、ここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。プレイヤー1、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。ここはうまくチャージした。投げは警戒しつつ、どうする。さあここだ。投げ、さあここから仕切り直す。中央でのせめぎ合いが続いている。サイロはもうどこにもない。2人とも限界と見える。大波長から互いの呼吸を読んでいるか。攻め、ここで押し込みに行く。この逆境を跳ね返すか。鮮やかな逆転劇。よく踏ん張った。粘りがちだな。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。駆け引きが分かってきたところかな。体力差がある。このビハインドをどう上げるか。勝負はここからが面白いんだよね。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。さあここからだ。受け止めながら、おっと、打たせて取る。鮮やかな差し返し。プレイヤー1、苦しい状況、ゲージを使って打破できるか。これはわずかに残るかどうか。パーフェクトで KO。 やりたい放題だ。良い決着だった。プレイヤChallenger. 誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。さあ思う存分やり合うがいい。争うがいい。さあラウンドはまだ序盤。さあ張り切っていってもらいたいね。どうだろう。狙いはよし。次はいける。あー惜しかった。さあまだドライブゲージはたんまりある。勝ちへのプラン見えているか。ここはうまくチャージした。レイヤー1、画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。さあここでカウンターが決まって、大きなダメゲージを使って SA をコンボに絡めていく。ここはどう出るか。ちょっと危ないな。これはここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。さあここは下がってもいい状況だな。まさか誘導していたのか。いやすごいな。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあここからだ。ナイスめくり。再発症からお互い後がない。 KO。 やるではないか。練習したことをちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。飛んでいる。いやすんごいな。さあどうだ。さっきの流れボディサイバーパーねじ込んだ。プレイヤー2、体力を先行して展開を作れるか。差はついたようだが、まだまだこれからだ。そういうこと。まだまだ壁際の楽しい。受け止めながら、おっと、どうさすから展開をつく。いやどうだ。まずない。家は見えている。さあ壁際の子を倒しきる。いいね、とどめまでしっかり。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。再戦とは互いがまだ血に飢えているようだな。隙をついてうまくチャージする。さあ試合の序盤、どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。今のはしょうがない。いや惜しかったね。さあここだ。意識のアンテナは上にも張られていた。いや見事、気持ちよく決まったね。お互い引く気はないか。この近距離戦ナイス。さあダウンから、いいよいいよ。プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。いいよ
よいよ。いやー見事、気持ちよく決まったね。もっと我が輩を楽しませるのだ。いざその調子だ。鮮やかな逆転、わずかなチャンスを生かしきった。よく踏ん張った。粘りがちだな。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。プレイヤー1、前回のラウンドではドライブゲージを常に確保したまま勝利していた。ドライブゲージをいかに減らさずに立ち回るかが今後重要になってきそうだ。そういうことか。なるほどな。ワッツ3でサイコブリッツ。プレイヤー2、若干体力リード、待ち構えるか。良い状況ではあるね。クルハのチャージは OK。 どこからでも仕掛けられる。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。サイコブリッツで攻めを継続するか。バーンアウトしている。まだ諦めるな。頭上 KO。 見事。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。狙いは良かった。まだいける。今のは振り返らず前に進むのだ。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。ウーハストックがマックスの状況。ワンタッチのリターンは上がっている。サイコブリッツから、いい感じだ。プレイヤー2、わずかなリードが大きなアドバンテージを生むか。どうした、もっとやり合うのか。上は絶対に通さない。あっぱれ、やるではないか。ここでダメージ、重圧がかかる。もっと我が輩を満足させてみろ。上はダメ。いざその調子だ。さあ終盤、前に出て中足、目の前から消える。大きく距離が生まれた。両者どうする。いい感じだ。ストライブラッシュからブリッツで畳みかける。この返しは見切っていた。今のは見えていたんだ。よくやった。これが見たかったのだ。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。意識の外でチャージ成功。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。頑張っていってもらいたいよね。飛び道具で相手を動かしていくか。さあお互いの距離が大きく離れている。仕切り直しの前に静寂を破るのはどちらか。これはどうした。素晴らしい、完璧。いいよいいよ。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。プレイヤーはここでドライブゲージが突きかけているが、さあドライブゲージを切らしてガードの性能が落ちた状態となっている。ここは投げを見せてガードを崩す。よく見てた。手を出し合った両者、ここからどう動く。このまま一気に、ここで SA 発動しているが、これはこの発動、これは通らないか。今のは見えていたんだろうね。アリアナを先に通すと落ちた。 KO。 良い決着だった。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。全く素晴らしいね。見事に決めていった。ここはガードでしのぐ。序盤の主導権はどちらが握るか。まだ状況は変わらず、ワッツ3でサイコブリッツ。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。タワーを使ってドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、ゲージ管理、攻めのドライブラッシュ。ジャンプ攻撃にジャストを合わせている。おっと、さあ揺さぶりをかけろ。再発動で展開を作るか。ダメージはほぼ互角。ここからの読み合いが鍵になる。ここで SA ゲージがマックス。ドライブラッシュで勝負をかける。前に出て、次はどう出る。いざその調子だ。ここでチャージするか。このエネルギー弾、実に興味深いな。ここで距離を取るか。今日ついてチャージ。警戒している、できている。いやーよくガードした。ここでゲージを使っていく。惜しい、逃げている。ここでフィニッシュ。やるではないか。
暗い気持ちはすぐに忘れて次の戦いに切り替えよう。二人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。この戦い楽しみにしていたぞ。ここで壁を背負うとか。さあドライブゲージを切らしてガードの性能が落ちた状態となっている。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。ここはどう出るか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かした応答。ここで SA 勝負をかけに来た。おっと、もうちょっと。危険な状況になっている。ミストロイター勝負あったね。
ドンマイドンマイ、技は当たってるよ。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする？駆け引きが分かってきたところかな。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。いやー、このラウンドはどうなるんだろう。さあどうだ。いやー、どうだ。さあ、シャウトバースト発動した。プレイヤー1、状況は悪くない。どう生かすか。さしかけ距離を取って、ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか。いや、すごいな。そこでエリアルローリング、中段ヒット。いけるか。下がってもいいぞ。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。前のめりの一撃は不発となった。今のは気にするな。次だ。どちらもエリアルローリングでリズムを変えてきた。わずかなミスが命取りになる状況。どこを見る。何、良いとどめだ。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。我が輩もこれには目がくぎつけになっている。見事に捕まえた。時間はまだたっぷりある。これは危険な香りがするな。プレイヤー2、体力リードで受けに回るか、さらに攻めるか。どうした、もっとやり合うのだ。さあ、揺さぶりをかけろ。お互い壁を背負いたくない。この逆境、決して、ここからが正念だ。残るか、残るか。見事。これは気にしなくていい負け。気持ちをリセットして引きずらないように。二人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。このまま行くか。さあ、逃げ場はなくなった。どう仕掛ける。さあ、もっとやり合うのだ。さあ、ここだ。危ない。 KO。 良い決着だった。ドンマイドンマイ、技は当たってるよ。全く素晴らしいね。見事に決めていった。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。掴んできた。今のは悪くなかった。今のは振り返らず前に進むのだ。打たせて取る。鮮やかな差し返し。いやー、どうだ。うまく投げていった。良い投げ。互いの制空権が触れ合い続く。いいぞ、その調子だ。連続技になった。逃げ場はなくなった。もっと我が輩をきっちり落として。見事だ。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はバッターを仕切る。見事。勝負は時の運。これはくしくも同じキャラを選択。負けられない戦いとなった。人間界の決闘というものを見せてもらおう。隙をついてうまくチャージする。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ、張り切っていってもらいたいね。激しいズバゼリ合いが続く。さあ、ここでチャージを一つ。意識の外でチャージ成功。今のは良い形。ナイスな選択だ。さあ、どうだ。空発ストックが最大になっている。刹那の攻防。おお、そうきたか。ここはうまくチャージした。まだワンチャン見える。壁際の KO。 やるではないか。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。意識の外でチャージせ。いや、すごいな。序盤の主導権はどちらが握るか。頑張っていってもらいたいよね。
この時間が後々意味を持つ。ここは攻めたいところ。だがしかし、それは相手も同じか。投げて、見事な投げだね。体力はまだある。この中で SA ゲージは溜まった。さあどうする。追い詰められてしまった。どうした、いけるだろう。重さから展開をスーパーツにゲージを使っていった。大胆にチャージする。いやすごいな。どう崩していくか。受け止めている。何、バーンとしている。フィニッシュ。そういうことだ。負けを気にせず次勝った時に喜ぼう。そうやってみんな強くなった。2人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。投げ、さあここから位置入れ替え。今度はこっちのターンか。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。プレイヤー2、ここでドライブゲージがつきかけているが、ここはどう出るか。どうだろう。プレイヤー2、バーンアウトをしのげるか。前に出てプレッシャーをかけつつも体力差はある。バーンアウトしている。 KO まで。勝負あったね。気にしなくていい。まだ挨拶が終わったようなものだ。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。スーパーストップが最大になっている。この状況火力は出せる。この端を生かしたい。スーパーのチャージを受け、どこからでも仕掛けられる。捕まえて投げ飛ばす。いやすんごいな。大破傷から、そういうこと。上からの攻撃、いざその調子だ。次はどう出る。ナイス、KO。 いいね、とどめまでしっかり。バッチリ、このリズム。 SA ゲージを確認して次も勝とう。最後まで諦めるな。頭上がガラキ、受け止めている。これはインパクト。多少の被弾をしても辞さない。オーバードライバーツ、火力が上がる。壁に追い詰めた。チャンスになる。さあここからだ。今のは悪くなかった。今のは気にするな。次だ。 SA を使う。火力を上げる。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。強かっただろ。 SA がヒットしていく。ここから、うまく投げが通った。あっぱれ、やるではないか。ここはどう出る。再発射、緊張感のあるツバ。この投げは通らない。ここでチャージするか。ゴーサスから、ここでチャージするか。ドバイ、これは忘れよう。今のは気にするな。次だ。足を伸ばす。まだ諦めるな。決着、よくやった。これが見たかった。因縁朝からぬ両者がついに相まみえる。今回生贄となるのはどちらだ。さあファーストラウンド注目していきましょう。諸君、健闘を祈る。さあ試合は序盤、どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。ここは安全な距離から弾を打って様子を見る。大きく間を取って、ここから、さあまだドライブゲージはたんまりある。勝ちへのプラン見えているか。ここはうまくチャージした。ナイス、ここで決めるその弾力、あっぱれ。画面端に追い詰めた。ここが大事。さあもっとやり合うのだ。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。両者距離を取ってタイミングを測っているか。投げは抜けている。このまま一気に倒しきることができるか。 KO。 良い決着だった。いいよ、このままいけるよ。目の覚めるような戦いだった。
キャラクターと一心同体になっているようだな。ここはうまくチャージした。ナイス。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。さあここからだ。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。動作から展開をつく。もっと我が輩を楽しませるのだ。ゲージ差あるがお構いなし、関係ない。距離はできた。追うか。空発速がマックスの状況。ワンタッチのリターンは上がっている。空波のチャージは OK。 どこからでも仕掛けられる。空波ストックが最大になっているこの状況、打力は出せる。再発動から。どうした、いけるだろう。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。さあ揺さぶりをかけろ。仕切り直しの距離から。どうする、投げる。綺麗に投げていったね。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。ドライブゲージはある。気合で押すか。再発射。ここでチャージするか。これはドライブ。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。高速で状況を整理している。苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。いけるか、下がってもいいぞ。ここでフィニッシュ。良いとどめだ。プレイヤーは喜び。お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。どんな戦いが見られるのか非常に楽しいわ。狙いはいい。いや惜しかったね。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。ここは飛び道具で牽制。相打ちでしのぐ。受け止めて殴る。ここはうまくチャージした。ドライブゲージはわずかしかない。ワンツースリーでサイコブリッツ。まだワンチャン見える。届いた。いいね、とどめまでしっかり。気にしなくていい、まだ挨拶が終わったようなものだ。いやいいね、いい感じだと思う。ここはガードでしのぐ。強者、何を狙ってどう動くか。頑張っていってもらいたいよね。バーアウトしている。まだ諦めるな。さあ両者ゲージがかなりあるぞ。攻めのドライブラッシュ。さあ揺さぶりをかけろ。いやどうだ、一息つけるか。この切り返しはケアしていた。プレイヤー1、バーンアウトしている。これは厳しいか。さあここからは差し合いの領域となる。中断が来る。 KO。 やるではないか。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ここはバックステ選択で濁す。いやすごいな。ここで弾を打つ。さあどこから行く。ここは攻めたいところ。だがしかし今のは悪くなかった。今のは気にするな。いざもっともっと争うかよ。さあ終盤、舞台はボックス。ここからが正念場。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。どうだ。ゲージがあるぞ、逆転があるぞ。キュート猫か。こんな予感がするな。どうにでもなる。この飛びを握っている。プレイヤー2、この画面端でどうやって料理するか。もっと我が輩を満足させてみろ。ここで勝負あり。よくやった。俺が見たかったのだ。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。狙いは良かった。まだ切れ。今のは振り返らず前に進むのだ。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。どうだろう。空波ストックが最大になっているこの状況、火力は出せる。
今のは良い形、ナイスな選択だ。ああ、今のは素晴らしい。うまくラインを押し返した。さあどうだ。ここは投げを見せてガードを崩す。やはり近距離での特組合は見ていて楽しいね。受け止めながら何とかして触りに行きたいが、間合い取りが絶妙。さあお互いもう行くしかないといった状況になったが、2人とも限界と見える。もっと我が輩を楽しませるのだ。プレイヤー1、ドライブゲージが戻るまでは倒しきる。いいね、とどめまでしっかり。さあ次も今の調子でいこうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。これは苦しいところでジャストパリー。狙いは良かった、まだ一進一退。ああ惜しかった。ワンツースリーでサイコッポーの切り返しは機能していた。いやー、よくガードした。ダウンから SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。次はどうだ。さあここからは差し合いの場。ない、上は見えている。 KO。 良い決着だった。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。最後まで諦めるな。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。もうぶつかっていくしかないね。序盤の攻防戦、どちらが仕掛けるか。気持ちでぶつかっていってほしいね。さあ終盤、舞台は整った。いい投げ、投げて、これはカウンターになった。画面端、試合は大きく動くか。もっと我が輩を引き寄せてみろ。最後は極めつけ、レールさん SA か。やるではないか。はい、次次。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。この戦い楽しみにしていたぞ。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。さあ張り切っていってもらいたいね。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。どうだろう。さあここだ。フーファーストックが最大になっているこの状況、火力は出せる。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか、阻止するか。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。ドライブゲージが回復した。いい形。ジャストパリー、うまくタイミングを合わせた。まだワンチャン見える。ここはどう出る。倒しきる、見事。ドンマイドンマイ、技は当たってるよ。2人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。プレイヤー2、先手を取ったユイを生かせるか。勝負はここからが面白いんだよね。近距離のせめぎ合いが目立った前ラウンド、両者はまた危険な距離を好むのか。え、今なんて言ったの。さあ揺さぶりをかけろ。 SA ゲージは両者マックス。受け止めつつ攻撃する。これはこれは抜け出せない。もはや鳥かご。これはしゃあない。これはしょうがないよね。どうにでもなる体力差。フィニッシュ、見事。ああこれはもう勝ったわ。無理しなくていいよ。
目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。投げて大きなダメージが入る。狙いは非常に良かった。これはしょうがないよね。さあ終盤、舞台は整った。ドライブゲージはわずか。回収しながらどう戦う。これは熱いぞ。この闘技は見えている。プレイヤーは絶望のバーンアウト状態だが、ここはどう出る。ここは再発射を置く。地獄の沙汰ほど面白い。さあ始まった。準備の本領回転段階楽。いい形で SA を絡めてきた。まあこれは見逃す。届かないか。さあ壁際の攻防が始まる。もっと我が輩を満足させてみろ。タイク端からは出さない。決着。よくやった。これが見たかったのだ。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。試合は始まったばかり。どこから仕掛けるか。いやー、このラウンドはどうなるんだ。さあドライブゲージを切らしてガードの性能が落ちた状態となっている。打つかすかすか踏み込むか。地上の駆け引きの間合い。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。さあお互いドライブゲージが使えないバーンアウト状態となってしまった。立ちを急いだか。さあここだ。この端を生かしたい。壁から逃さないことを優先徹底している。バーンアウトを抜けた。ダイヤ縛らいが伸びる。これはいい形で入れ替えた。ワンコンボ圏内が見えている。 KO。 良い決着だった。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。いやーいいね。いい感じだと思う。意識の外でチャージ成功。この端を生かしたい。試合は始まったばかり。まだまだどうにでもなる。気持ちでぶつかっていってほしいね。ここは投げを見せてガードを崩す。次はどうです。両者ゲージがかなりあるぞ。危険な状況を軽くは出る。まだまだ壁際の楽しい時間は続く。ゲージがあるぞ。逆転があるぞ。一撃必殺 KO。 見事。この負けに引きずられないように次が大事。ではまた会おう。チャンスではコンボを作ってしっかりまとまったダメージを与えていきたい。大きく間合いを取ってここから。どうだろう。さあどうだ。さあドライブゲージに差がある状況。このままゲージを削り切る選択肢も見えてきたか。時間だけがゆっくり過ぎていく。目に見えない駆け引きがあるんだろうね。さあここでチャージを一つ。遠距離でも攻撃を緩めないんだね。さあダウンからどちらが仕掛ける。これはどうした。ナイス。いやー見事。気持ちよく決まったね。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。このスーパーアースはどうだ。さあシャウトバースを発動した。バーンアウトしている。大胆にチャンスする。打たせて取る。鮮やかなさ KO。 やるではないか。練習したことをちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。どうした、いけるだろう。さっきの流れを持ち越してそのままいけ。さあ爆弾設置。可愛い見た目とは裏腹のプレッシャーをかける。いやーどうだ。あと少しだ。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。ジージーとした回せ。さあ倒しきる。いいね。とどめまでしっかり。今のは負けたけど弱気にならず仕掛けていこう。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。バックステップで距離を取る。迎撃成功の形。プレイヤー1、 SA ゲージ差を投げが決まった。
素晴らしい投げだ。足を伸ばす。ここはどうだ。今日ついてチャージ。準備はすでにできている。ウーハをどこで出すか。プレイヤー1ドラ気合いで抜けた。プレイヤー1 SA ゲージ有利。再発症。飛びは通さない。プレイヤー1ここが勝負どころ。もっと我が輩を満足させてみろ。危険な距離だが、チャンスはどうワンチャン。投げが決まった。見事だ。ケーゴー、よくやった。これが見たかったのだ。両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。さあ思う存分やり合うがいい。争うがいい。さあまずは飛び道具での牽制。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。ドライブゲージがなくなった。危ないぞ、気をつけろ。 SA を選択してここから KO。 なあ決まったね。いいよ、このままいけるよ。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。中足投げ。さあここから今の投げは良いフォームだったね。画面端攻めは続く。継続している。さあ揺さぶりをかけろ。もっと我が輩を無傷でラウンドを取る。瞬殺撃やるではないか。Here comes a new challengerさあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。我が輩を楽しませてくれ。さまで様子を見るか。さあここでチャージを一つ。プレイヤー2まずは体力をリード。このまま行くか。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。隙をついてうまくチャージする。これは気にしなくていいよ。あー惜しかった。よく見ていた。きっちりガード。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。ここはどう出るか。飛び道具でペースを変えていくか。壁際での球打ち、丁寧にプレッシャーをかけていく。この端を生かしたい。意識の外でチャージ成功。飛びは通さない。サファリーも見せながらプレッシャーをかけながら、体力差はある。ちょっと危ないなこれは。この曲は時計をまで良い決着だった。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。全く素晴らしいね。見事に決めていった。試合は始まったばかり。どこから仕掛けるか。頑張っていってもらいたいよね。さあラッパー中央へ押し返した。ウーファのチャージは OK。 どこからでも仕掛けられる。大胆にチャージする。チャージしている。レイヤー1体力はリードしている。無理はしなくていい。この時間帯ウーファストックがマックスの状況。ワンタッチのリターンは上がっている。強さから展開をつく。いやどうだ。ブレードでラインを上げていく。いやすごいな。追い詰められてしまった。どうした、いけるだろう。さあ出るか。下がってもいいぞ。ドライブゲージはある。気合で押すか。いい感じ KO。 やるではないか。
ああこれもう勝ったわ。無理しなくていいよ。我が輩もこれには目がくぎづけになっている。中足が刺さる。この飛びはここで投げれない。距離はある。仕掛けるのはどっちだ。さあ揺さぶりをかけろ。さあインパクトは受け止めた。いやーよくガードした。ここでチャージするか。今日ついてチャージ。ここで球を打つ。エッセー、ここからが正面だ。いざその調子だ。さあどうなる。ダメージは足りるか。強かっただろ。ここでフィニッシュ。そういうことだ。プレイヤー1、この一勝は自信になる。驚異的な実力だな。素晴らしい試合だった。
new challenger. さあこのマッチアップどうなるか展開に注目していきたい。今回生贄となるのはどちらだ。今のはかなり良かった。投げの選択肢を見せていく。飛び道具でペースダウンを図るか。さあ内野入ってここから。さあここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。ここは投げの選択肢。どうだろう。投げ石が入れ替わる。攻守が逆転する。さあ試合は中盤。お互い体力はほぼ同じ。お互い引く気はないか。この近距離戦。さあ逃げ場はなくなった。どうして。さあもっとやりや。ここでバーンアウト。ここまでなのか。もっと我が輩を楽しませるのだ。さあ倒しきる。いいね。とどめまでしっかり。練習したことちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。投げを使って攻めのドライブラッシュ。最後のスペースでスーパーツにゲージを使っていった。さあ始まるぞ。来るか。これはいけるか。しかし油断はできんな。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。さあここからだ。さっきのな。投げる。見事だ。じんじんとした場合ドライブラッシュで勝負をかける。息が詰まって。見事。対戦は楽しむのが一番。気にしないでいこう。我が輩もこれには目がくぎづけになっているぞ。投げを使ってガードを崩す。時間はまだたっぷりある。これは危険な香りがするな。ギアはもう上がっている。立ち上がりから突っ込むか。これは危険な香りがするな。最後はバで切り返す。ルーハストックがマックスの状況。ワンタッチのリターンは上がっている。ここで SA ゲージが溜まった。10個をここで投げに行く。綺麗に投げていったね。パリスレッ。ここでダメ。ここで投げに行く。あっぱれ。やるではないか。準備はすでにできている。ウーハをどこで出す。今度は SA を発動している。ここでバーンアウト。地獄の沙汰ほど面白い。 SA で倒しきりたい。さあどうなる。気持ちよかっただろ。体力はまだ残る。ここでフィニッシュ。そういうことだ。ジュリープレイヤー1、やり込みは裏切らなかった。破竹の勢いで勝ち切ったな。これは見事と。Here comes a new challenger.両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。この戦い楽しみにしていたぞ。さあここでチャージを一つ。バッチリ。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。激しいつばぜり合いが続く。さあここだ。見え見えの中段はしっかりガード。今のよく守ったね。投げを抜ける。壁際は続く。よく見てた。いやー見事。気持ちよく決まったね。ゲージ差があるぞ。うまく運用すれば有利な状況に持ち込める。ドライブゲージがなくなった。トルバラン。次はどうだ。重心が襲いかかる。このまま KO。 良い決着だった。いいよ。このままいけるよ。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。どっちも動けてはいるんだろうね。きっと序盤の主導権はどちらが握るか。いやーこのラウンドはどうなるんだろう。さあここからは差し合いの領域となる。さっきの流れを持ち越してそのままいけ。プレイヤー2、先手を取ったユイを生かせるか。勝負はここからが面白いんだよね。中央で意地がぶつかり合う。ストリボーグから
これはいけるか。しかし油断はできんな。ここは重足を一つ。ない、上は見えている。投げは届かず。フィニッシュ。やるではないか。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。壁に追い詰めたチャンスになる。さあここからだ。ここは再発表。この扉は見えている。あっぱれ、やるではないか。さあ終盤、舞台を整った。終盤扉を落とす。いいぞその調子だ。危険な距離で殴り、投げは抜けている。足を伸ばす。再発表。今日ついてジャンプアウトする。終わりかねる。受け止めながら、おっと、ここでバーンと。逃げ場はなくなった。もっと腕を使う。火力を上げ、この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。いい形で SA を KO。 良いとどめだ。プレイヤー1、これはChallenger。 両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。さあ思う存分やり合うがいい、争うがいい。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。プレイヤー2、体力的には優勢。良い状況ではあるね。ドライブラッシュを使えば攻めを継続することができる。距離があるので球を打つ。さあどうする。プレイヤー2、ここでドライブゲージがつきかけているが、さあここでチャージを一つ。そうそう、できてる。ここで決めるその弾力、あっぱれ。体力差はある。ちょっと危ないなこれは。意識の外で、じゃあここでバーンと届いた。いいね、とどめまでしっかり。さあ次も今の調子でいこうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。先ほどは圧巻の近距離戦を見せつけたラウンド。このまま重圧で押しつぶしてしまうのか。うん、さっきの流れを持ち越してこのままいけ。両者ドライブゲージを積極的に活用しての攻防。やる気はバーンとしている。空発とバーンとしている。ここまでなのか。さあ両者バーンと状態。ドライブは使えない。はい、ここでエース試合を動かしに行く。大きな技を持ってきた。回線段階楽、エースヒット。試合が動く。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。おい、CA 発動。さあこれはどうだ。おっと、このタイミング、この体力はクリティカルアーチになる。全てのゲージをダメージに変えて決着に迫る。繋いできた。フラッシュラック、これは熱いんだ。先に触れれば勝機はある。もう決まってしまうぞ。ここはどう出る。距離はある。どちらが仕掛けるのか。フィニッシュ。やるではないか。プレイヤー2、この一勝は自信になる。驚異的な実力だな。素晴らしい試合だった。ここは投げを見せてガードを崩す。意識のアンテナは上にも張られていた。狙いはよし、次はいける。いや惜しかったね。さあなんとか壁際は回避できたが、まだ油断は許さない。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。対空キッチよくあるよくある。いや惜しかったね。ここでお互い次の手を模索しているか。いいよいいよ。いや見事、気持ちよく決まったね。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。考察から展開を作る。サンドブラスト、チャージしている。
この状況でドライブゲージは10。これはでかいのが入ったか。 KO！ 見事ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしいぞ。ドライブラッシュで前に出るプレイヤー1。さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。さあ両者ゲージがかなりあるぞ。危険な状況、火力は出る。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。プレイヤー1若干体力リード。差はついたようだがまだまだこれからだ。いざその調子だ。もっと我が輩を楽しませるのだ。バーと抜ける。再発ラッシュするか。まだワンチャン見える。ドライブ中断立っている。いやよく頑張る。ここでフィニッシュ。良いとどめだ。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。最後まで諦めるな。大胆にチャージする。序盤の攻防戦、どちらが仕掛けるか。気持ちでぶつかっていってほしいね。さあ終盤、舞台は整った。じりじりとした回り戦、先に仕掛けるのはどちらか。ドライブゲージを使って勝ち筋を見出せるか。ドライブラッシュで前に出る。画面中央に戻ってきた両者、インファストックがマックスの状況。ワンタッチのリターンは上がっている。中足、ここは再発勝負。体力十分、ゲージもある。やりに行け。投げる。あっぱれ、やるではないか。これは抜け出せない。もう繋いできた。ラストで牽制。大きく距離が生まれた。両者どうする。さあ壁際の攻防が始まる。もっと我が輩を満足させてみろ。ラッシュするか。受け止めながら、ここでインパクト。気合の勝負になった。もう決まってしまうぞ。ダメージ計算、ゲージ管理バッチリ。勝負は時の運もある。次やったら勝てるさ。二人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。前に出る。プレイヤー2、体力は勝っている。無理はせずに落ち着いていきたい。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。さあどうだ。どうだろう。いいよいいよ。ここで決めるその弾力、あっぱれ。重すぎる。 KO まで。ああ決まったね。いいよ、このままいけるよ。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか、駆け引きが分かってきたところかな。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。頑張っていってもらいたいよね。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。いやすんごいな。次はどう出る。さあ揺さぶりをかけろ。ウーハのチャージを受け、どこからでも仕掛けられる。攻撃がぶつかり合う。ここでマウント。まだ諦めるな。昇天の拳、どちらも譲る気はない。覚悟のライジングが決まる。アウトする。ここでフィニッシュ。見事プレイヤー2。これチャレンジャー、誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。我が輩を楽しませてくれ。今のはしょうがない。いや惜しかった。プレイヤー1、先に体力リードしていく。このまま行くか。画面端に追い詰めた。ここが大事。さあもう届いた。勝負あったね。まだ大丈夫。ここからの切り替えが大事。ここからどう立ち合いを変えていくかなんだろうね。大胆にチャンスする。いいよいいよ。中断、ここでバーンアウト。まだ諦めるな。いやどうだ。受け止めつつ攻撃する。
さあ近距離のセミ合い、そしてプレイヤー2バーンとしている。これはここで投げに行く、飛んでいる、入れるか、下がってもいいぞ、倒しきる、良い決着だった。ああこれはもう勝ったわ、無理しなくていいよ。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。これはでかいのが入ったか。連続いい投げ、ああそうだ、これはお見通し、いやーよくガードした、高速直線、ここからは正面だ。見事だ、残るか残るか、完璧な内容で倒し切った、良いとどめだ。プレイヤー2、やり込みは裏切らなかった、驚異的な実力だな、素晴らしい試合だった。まだまだやる気満々、電線がお互いを高めていく、次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。時を置き去りにする、あ今のは素晴らしいね。さあここでチャージを一つ、ここはうまくチャージした。さあ試合は中盤、お互い体力はほぼ同じ、 EP を使ったコンボルート、狙いはいい、時を置き去りにする、そうか、試合は終盤 KO、 ああ決まったね、ドンマイドンマイ、技は当たってるよ、鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。ラウンドとともに思考は積み重なる、次はどうする、駆け引きが分かってきたところかな。プレイヤー2、財布はリードしている。さあこれは読んでいたか、アーマーをうまく利用する、もっと我が輩を楽しませるのだ。一息つけるか、この切り返しはケアしていた、いやーよくガードした、この飛びはガードが間に合う、チャンスはどうなる、 KO、 見事、前次次気にせず次行こう、素晴らしい戦いであった、見事だ。ここは再戦になった、両者まだまだやる気は十分の様子、いいぞ、血がたぎってきたか。さあここでチャージを一つ、そうそれだ、投げに行くが投げられず、耐久はしっかり出ている、落ち着いて相手の動きは見えている、ここはどう出るか。さあなんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない、ドライブゲージはわずかしかない、こかしてからの KO、 良い決着だった、気にしなくていい、まだ挨拶が終わったようなものだ、全く素晴らしいね、見事に決めていった、いざその調子だ、さあこれは読んでいたか、アーマーをうまく利用する、アーマーをうまく合わせていく、さあ体力差ないぞ、そうそれ、その強気、ターゲットコンボを選択、落ち着いている、追い詰められてしまった、 KO、 そういうことだ、これは君、機は熟した、いよいよ始まる、人間界の決闘というものを見せてもらおう、注目のファーストラウンド、何が起きる、よろしく頼む、期待している。さあラウンドはまだ序盤、さあ張り切っていってもらいたいね。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける、ここからが大事だな。さあドライブゲージを切らしてガードの性能が落ちた状態となっている、両者ドライブが使えないこの局面、どう切り抜けるか、危ないぞ、気をつけろ、ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか、ここはどう出るか、いい形、対空キッチン、そうそうできてる、プレイヤー1、画面端のいい状況を作った、さあもっとやり合う、倒しきる、やるではないか、
練習したことをちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。プレイヤー1、ドライブゲージに頼らなかった前のラウンド、ここからどのように動いてくるか。え、今なんて言ったの。レベル3 SA、 まとまったダメージが欲しいか。さあ、まとまったダメージが入るぞ。ここから、さっきの流れを持ち越してそのまま行け。 SA ゲージがここでチャージ、さらに重圧がかかる。大胆にチャージする。次はどう出る。前に出る。さあ、カウン円幕が来た。まだワンチャン。ここでバーンアウト。駆け上がる。あ、ドマイフィニッシュ。やるではないか。対戦は楽しむのが一番、気にしないでいこう。二人ともなかなかやるな。我がハエも盛り上がってきたぞ。うまく投げていった。逃げ場はなくなった。もっと我がハエを満足させてみろ。ゴミはバレバレ。見事だ。ここで大きく前を取ってペースダウンを、この通りを見えている。あっぱれ、やるではないか。行くよ。わずかなドライブゲージ、どうする。あっぱれ、やるではないか。うまく投げが通った。素晴らしい投げだ。なんとか中央へ押し返すことに成功。ここでチャージするか。ここで距離を取るか。再発射。円幕どこから来る。今日ついてチャージ。円幕が来た。これは抜け出す。ここは出し惜しみはなし。出血大サービスだ。クリティカルアップが決まった。この先はもう気合いの勝負。相手を上回る立ち絵の執念を見せれるか。先に触れれば KO。 よくやった。これが見たかったのだ。因縁朝からぬ両者がついに相まみえる。この戦い楽しみにしていたぞ。まずは様子見の場合。さあ、ここでチャージを一つ、バッチリ。ここはドライブパリーを成功させる。そう、それだ。ああ、今のは素晴らしいね。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。ここは逃さない。いいよいいよ。さあ、ここだ。レイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。このままいくか。ほかしてからの、なんとかして触りに行きたいが、まあ移動が絶妙。このまま一気に倒しきることができる。今 KO まで。いいね、とどめまでしっかり。さあ、次も今の調子でいこうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。飛んでいる。両者何を狙ってどう動くか。いや、このラウンドはどうなるんだろう。さあ、どうだ。これは空対空で対応していく。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。じりじりとしたマーエス、先に仕掛けるのはどちらか。さあ、相手の反撃は予測できているか。いや、よくガードした。 KO。 いいね、とどめまでしっかり。今のは負けたけど弱気にならず仕掛けていこう。最後まで諦めるな。いや、すごいな。なんとか端から押し返した。準備はすでにできている。ウーハをどこで出すか。ここで投げに来る。見事だ。ここで SA ゲージが飛びはバレバレ。いいぞ、その調子だ。ここは上はダメ。見事だ。ドライブゲージはある。気合で押すか。プレイヤーは SA を使う。火力を上げ。何、最後は極めつけ。レベル 3SA だ。プレイ
イヤー1、喜びをかみしめているか。破竹の勢いで勝ち切ったな。これは見事。さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおう。バッチリ。いいよいいよ。上は盗作。さあ試合の序盤どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。飛びをガードして投げ、どうだろう。さあ試合の距離ドット単位の見切りができるか。さあここだ。フルファストックが最大になっているこの状況、火力は出せる。投げは抜けられず、ここはドライブラッシュでターンを渡さない。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。ここから試合は終盤戦へ。届いた。勝負あったね。気にしなくていい。まだ挨拶が終わったようなものだ。いやいいね、いい感じだと思う。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。飛んでいる。いざ。その調子だ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。さあここからだ。ゲージ差あるが、ここでバーンアウト。プレイヤー2、バーンアウトしている。これは厳しいか。ここからどう動く。大胆にチャージする。いやどうだ。まだで、さらにプレッシャーをかける。おっと、ここで SA 発砲。フィニッシュ。見事。バッチリ。このリズム、 SA ゲージを確認して次も勝とう。最後まで諦めるな。いやすごいな。いいダメージになった。投げが決まった。素晴らしい投げだ。画面端火力とともに一気にギアを上げていくか。やっぱりやるではないか。 SA で倒しきりたい。さあどうなる。KO。 良いとどめだ。プレイヤー2、やり込みは裏切らなかった。これは悪魔である我が輩から見てもかなりな。Here comes a new challenger。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。我が輩を楽しませてくれ。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。これは気にしなくていいよ。ああ惜しかった。ここは壁の中になり追撃を許してしまう。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。狙いは良かった。まだ一進一退。KO。 勝負あったね。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。ここはうまくチャージした。いざ。その調子だ。なんとかして触りに行きたいが、まあ移動が絶妙。雨天一文字で打ち上げて、 TC を使ったコンボルート。もっと我が輩を楽しませるのだ。壁に追い詰めた。チャンスになる。バーンアウトしている。ここまでなのか。再発症からプレイヤー1、このバーンアウトはかなりきついか。パリをしたが、まだワン。スーパーアーツ下旬より抜かりなし。 SA が直撃。この一撃で押し切る。 KO。 やるではないか。内容は悪くなかった。Here comes a new challenger.
このタイミングでこの対決が実現してしまったか。今回生き贄となるのはどちらだ。さあここでチャージを一つ。さあラウンドはまだ序盤。ジャストパリー成功。良い展開になる。どうだろう。ここで弾を打つ。隙をついてうまくチャージする。ターゲットコンボをしっかり決めていく。この端を生かしたい。お互い引く気はないか。この近距離戦受け止めて殴る。このまま一気に倒して届いた。いいね、とどめまでしっかり。さあ次も今の調子でいこうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。意識の外でチャージ成功。序盤の主導権はどちらが握るか。頑張っていってもらいたいよね。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。どうした、いけるだろう。さっきの流れを持ち越してそのままいけ。いやすごいな。さあ近距離のせめぎ合い。そして次はどう出る。ここからよ。欲望がにじみ出る駒投げ。受け止めつつ攻撃する。これはこの隙は見逃さない。バニッシュカウンターからの反撃。ここでバーンアウト。まだ諦めるな。気合の勝負になった。もう決まってしまうぞ。地上の間合い戦は技の距離とジャンプをどう意識させるか。さっきの流れを持ち越してそのままいけ。ジャンプ攻撃が通って、ここでフィニッシュ。そういうことだ。プレイヤー1、この一勝は自信になる。破竹の勢いで勝ち切ったな。これは見事というほかはないな。意識の外でチャージ成功。お互いに被弾は少ない状況。さあラウンドはまだ序盤。どうだろう。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技切りが難しい距離。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。画面端に追い詰めた。ここが大事。さあもっとやり合うのだ。これは空対空で対応していく。さあマネージドレ着実 KO まで。良い決着だった。ドンマイドンマイ、技は当たってるよ。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。ここは投げを見せてガードを崩す。プレイヤー1、体力はリードしている。無理はしなくていい。この時間帯 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。そういうこと。画面中央に戻ってきた両者。ランデルセ打撃投げが刺さる。この距離で打ってきた。おっと、狙いは良かった。まだいける。今のは振り返らず前に進むのだ。噛み合った形。バウト意図していたか。ここでフィニッシュ。良いとどめだ。暗い気持ちはすぐに忘れて次の戦いに切り替えよう。二人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。ここはうまくチャージした。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。このままいくか。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。飛び道具で相手を動かしていくか。空発トップが最大になっているこの状況、打力は出せる。さあ壁を背負わせてもう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。狙いは良かった。まだ一瞬痛い。ああ惜しかった。危険な状況になっている。ミスツーパーツを使う KO。 見事。ドンマイドンマイ、技は当たってるよ。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。しっかりコンボ。デスナのコンボ。これはしゃーない。これはしょうがないよね。ここでバウンド。試合が動くぞ。そうそれ、その強気。さあここはドライブインパクトはバニッシュカウンターを起こしている。ちょっと危ないな。これはインパクトはガードする。プレイヤー1、このバーンアウトはかなりきついか。プレイヤー2、
壁の千載一遇のチャンス、何を仕掛ける？いいのが入った。ランベルセ、打撃投げが刺さる。ここは再発勝を置く。やるしかない。ここで大きく間合いを取ってペースダウンを図る。ここが正念場だ。もう決まってしまうぞ。両者下がる。行くしかないが苦しい。ドライブゲージが来た。ゲージを使ってきた。苦しい状況、ひとまず距離を取れ。中足、どちらが勝つか。危険な距離だが、やるではないか。負けを気にせず、お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ、思う存分やり合うがいい、争うがいい。隙をついてうまくチャージする。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。さあ、ここでチャージを一つ。どうだ？プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。プレイヤー1、ここでドライブゲージがつきかけているが、ドミノを打って自分のリズムを作れるか。そうそう、できてる。意識の外でチャージ成功。このインパクトは通らず。今のよく守ったね。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。プレイヤー1、ドライブできない苦しい時間。 SA 発動。そしてこれはハリアナを打った KO。 良い決着だった。ああ、これはもう勝ったわ。無理しなくていいよ。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。このラウンドが勝負となるか。貴様らの本気見せてみろ。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。さあ、もっとやり合うのだ。投げは届かず。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。いや、どうだ。狙いは非常に良かった。これはしょうがないよね。これは抜け出せない。もはやとここで投げに行く。綺麗に投げて倒しきる。いいね、とどめまでしっかり。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。抜けている。主導権を先に手にするのはどちらか。これは危険な香りがするな。血がたぎってきたぞ。ナイス。 SA ゲージは溜まっている。何でもできる状況だ。さあ、中断が来る。プレイヤー1、この画面端でドイバーンとする。ここまでなのか。残るか、残るか。気持ちよかったろ。倒しきれない。まだある。フィニッシュ。見事ジュリー。プレイヤー1、これは嬉しい勝利。驚異的な実力だな。素晴らしい試合だった。これはうまくヒットせず、投げには反応できている。試合は始まったばかり。どこから仕掛けるか。いやー、このラウンドはどうなるんだろう。さあ、差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。どうだろう。さあ、ここでチャージを一つ。この端を生かしたい。受け止めて殴る。さあ、試合は中盤。お互い体力はほぼ同じ。壁から逃さないことを優先徹底している。 PC を使ったコンボルート、ナイス。ここで決める、その弾力あっぱれ。試合は終盤。ここからの一発はもらえない。ゲージを使う判断、倒しきる。見事バッチリ。このリズム、 SA ゲージを確認して次も勝とう。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。さあ、逃げ場はなくなった。どう仕掛ける。さあ、もっとやり合うのだ。そういうこと。さあ、どうだ。動作から旋回を作る。
じいじいとした間合い戦、先に仕掛けるのはどちらか。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用は受け止めつつ攻撃する。壁に追い詰めた、チャンスになる。さあここからだ。これがゲームマスターズの集大成、神竜レッパー。聞いただろ、しっかりゲージを管理できている。良い SA だ。ここでフィニッシュ。そういうことだ。今のは負けたけど弱気にならず仕掛けていこう。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。大胆にチャンスする。いざ、その調子だ。ダウンさせ、始まるぞ。プレイヤー1、状況は悪くない。どう生かすか。ここでカウント。いざ、その調子だ。ここでバーンアウト。プレイヤー1、ドライブガードが使えない、厳しい。台足。いざ、すかさず中足。スパーズ、ゲージ運用に抜かりなし。いや、すごいな。全てのゲージを注ぎ込む。出し惜しみを出した。ハリーする。再発症。中断。しかしさせない。今のは見えていたんだろうね。ここで大きく間合いを取ってペースダウンを図る。足を伸ばす。ドマイ、これは忘れよう。今のは気にするな。次だ。さあ重圧がかなりかかっている。さあ壁際の攻防が始まる。もう決着。よくやった。これが見たかったのだ。プレイヤー1、この激戦を制した。いや、見応え十分。素晴らしい試合でした。諸君、最高の試合だったぞ。
両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあファーストラウンド注目していきましょう。非常に興味深いし見届けさせてもらうぞ。狙いはよし、次はいける。いや惜しかったね。プレイヤー2、先に体力リードしていく。このまま行くか。しっかりと距離を取って、空波ストックが最大になっているこの状況、画力は出せる。ここはうまくチャージした。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、バーンアウトした。ここはどう出るか。この勢いを止めるな。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。危ないぞ、気をつけろ。プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。さあここは下がってもいい状況だが、お互い届いた。ああ決まったね。気にしなくていい、まだ挨拶が終わったようなものだ。危機迫るその戦いぶり見事だ。意識の外でチャージ成功。プレイヤー1、先ほどは終始ドライブゲージが少ないまま苦戦を強いられていたが、このラウンドではどのようにゲージを運用していくか考えたいところ。この飛び道具はどういう仕組みで出ているんだ。まだ体力はある、ドライブゲージも潤沢、どこから仕掛けてもいい。さあどうだ。再発祥で展開を作るか。この端を生かしたい。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要。警戒している、できている。いやーよくガードした。いやーどうだ。さあいやーすごいな、うまく投げが通った。綺麗に投げていったね。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。さあ揺さぶりをかけろ。ここでスタンしてしまった。まだ諦めるな。ドライブ育成、ここからが正面だ。あっぱれ、やるではないか。さあ来た、お仕置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。回線段階落、もっともっと争うがよい。壁にぶつけフィニッシュ、やるではないか。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。プレイヤー1、常にドライブゲージに余裕のある展開作りは見事。このリズムを維持したい。なるほどね、相手にゲージがあるのでそれは気をつけたいところ。ここでチャージするか。フーハのチャージは OK、 どこからでも仕掛けられる。準備はすでにできている。フーハをどこで出すか。画面とは裏腹に両者の思考はフル回転している。ここは攻めたいところ、だがしかしそれは相手も同じか。仕切り直しの距離からどうする。ドライブはできる両者、潤沢なゲージをどう使うか。さあここからだ、相手にゲージがあるのでそれは気をつけた。リボサ選択、もっと我が輩を満足させてみろ。この時間が後々意味を持つ。これはドライブ、再発祥で展開を作るか。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。プレイヤー1、ここが勝負どころ。もっと我が輩を満足させてみろ。バックスしている。時間は残り20秒、戦いは加速する。ここでバーンアウト、地獄の沙汰ほど面白い。この扉は見えている。ま、壁際にはスタンガール。ああそうだ、これでバーンアウト。デッドしていたんだ。ここでゲージを使っていく。アダイトチェンバー発動、自由を奪い自家製スタンドバックを壊れるまで殴っていく。さあ重圧がかなりかかっている。ここで時間切れ、ギリギリの攻防に行きつ。Here comes a new challenger.
お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ、思う存分やり合うがいい、争うがいい。さあ、壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がりだ。さあ、張り切っていってもらいたいね。対空意識は万全か。いいよいいよ。ここは壁の中になり、追撃を許してしまう。意識の外でチャージ成功。さあ、お互いの距離が大きく離れている。仕切り直しの前に SA ゲージは両者ない状況。どちらが動き出す。飛び道具を打って自分のリズムを作れるか。ここでお互い次の手を模索しているか。レイヤー1、残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。これはおお、すごい。 KO まで。ああ、決まったね。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。全く素晴らしいね。見事に決めていった。ここはうまくチャージした。レイヤー2、ドライブゲージをうまく管理して立ち回れた。このままのペースで試合を運びたいところ。ダメージに追い詰めた。ここが大事。さあ、もっとやり合うのだ。中足を見せて。もっと我が輩を楽しませるのだ。どう崩していくか。距離はできた。追うか。この時間が後々意味を持つ。ここはこれはしゃあない。これはしょうがないよね。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。さあ、始まるぞ。危ないぞ、気をつけろ。一息つけるか。この切り返しはケアしていた。ここでバーンと。ここまでなのか。ここでゲージを使っていく。さあ来た。お仕置きの時間なのか、ご褒美の時間なのか。回線段階ランク。見事だ。画面端ケア。そういうことだ。勝負は時の運もある。次やったら勝てるさ。素晴らしい戦いであった。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。今回生贄となるのはどちらだ。俺は気にしなくていいよ。ああ、惜しかった。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ、張り切っていってもらいたいね。隙をついてうまくチャージする。うまい。どうだろう、ここはどう出るか。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。パリーでさばく。飛んでてプレッシャーをかけつつも、ドライブゲージの管理も難しいが、ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。相手のドライブゲージが入った。ここで SA 勝負をかけに来た。おお、そうきたか。ここは飛び道具で牽制。投げがうまく噛み合っていいダメージとなる。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。さあ、もっとやり合うのだ。お互い後はない。一歩も引けないね、これは。さあ、ここからは、うわ、ここでライジングアッパー。両者残りのドライブゲージを最高の距離で打ってきた。 KO。 良い決着だった。今のは負けたけど、弱気にならず仕掛けていこう。引き迫るその戦いぶり、見事だ。中足が刺さる。両者何を狙ってどう動くか。頑張っていってもらいたいよね。さあ、ここだ。いざ、その調子だ。さあ、近距離のせめぎ合い。そしてプレイヤー2、ゲージよりこのチャンスを生かせるか。追い詰められてしまった。どうした、いけるだろう。ドライブして攻め継続を選択か。値千金の入れ替えとなる。あっぱれ。
やるではないか。ここでフィニッシュ。良いとどめだ。マッチ、このリズム。 SA ゲージを確認して次も勝とう。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしいぞ。大胆にチャップラッシュするか。今のは悪くなった。今のは気にするな。次だ。ブラストで牽制。今日ついてチャージ。繋いできた。確実にオタクスーパーアーツ。ゲージ運より抜かりなし。全てのゲージを注ぎ込む。ダッシュを染み下ろした。プレイヤー 2SA ゲージ有利。この場合どうする。この集団はやや露骨だったか。いやー、よくガードした。さあゲージがあるぞ。逆転があるぞ。一撃必殺の逆転見えているぞ。弾力が問われる状況になった。やりたい放題だ。ああそうだ。ここはダッシュを染み渡し出血大サービスだ。いやすんごいな。いい感じ。ここで勝負あり。よくやった。これが見たかったのだ。プレイヤー2、俺はリプレイが見たくなるやつ。ギリギリで一歩上も。さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。我が輩を楽しませてくれ。今のはかなり良かった。あー今のは素晴らしいね。うまく打撃をさ、タイミングを合わせて綺麗に受け止めた。投げの選択肢を見せていく。そうか。さあなんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない。仕切り直しのこの場合、ゲージは何を持っているか。橋を背負ってもしっかりパリ。意識の外でチャージ成功。ここはうまくチャージした。よく見ていた。きっちりガード。チャージしている。バーンとして KO。 良い決着だった。練習したことをちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。マンステップ。プレイヤー1、先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずにいけるか。そういうことか。なるほどな。次はどう出る。さあ揺さぶりをかけろ。この差から展開をバーンとしている。まだ諦めるな。これはわずかに残るかどうか。気持ちよかっただろ。この後の状況で何を選択するか両者。さあ CA 発動。さあこれはどうだ。これは土俵を自分で作って、もう何でもありなんだな、この大技は。土俵なんか燃えちゃってるもんね。まあ、いけるか。下がってもいいぞ。ラインを上げていく。壁押し寄せ成功の形。うおーどうだ。逆境を覆す集中力、研ぎ澄まされていた。よく折れずに戦った。さすがだ。きっちり落として。見事だ。あまり、いやすんごいな。うまく投げが通った。見事だ。これは抜け出せない。もはや鳥かご。投げへの意識が高い。ここでチャージするか。あっぱれ。やるではないか。いいぞ。準備はすでに出ている。ウーハをどこで出すか。大砲で勝ち上げる。これは熱いんだ。下がってもいいぞ。ここでダメージ。まさか足りてしまうのか。よくやった。これが見たかったのだ。
なかなかに白熱した試合でしたね。2人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。